乾杯。ちっちゃく乾杯。1週間ね、まああっという間ですから。早いね。タンの話しようかね。今日は。まあでも3月入ったからやっぱりそろそろ油壺キャンプやらないとね。うん。キャンプ場。でこの間の話があるけど、俺のトレセン、ミニ出しトレセンの話する。ああ、日曜日。日曜日。今年から俺がやるのかな、現場でやるなっていうのはよくわかんないんだけど、俺が先行するみたいな感じになったんだけど。で、まあ、16人選ばなきゃいけないのよ。16人。メンバーを。で、受けに来たのが16人です。全員受かっちゃう。俺の仕事っていう。全員受かっちゃう。俺の仕事はなんだっていう。やっぱりちょっと人口が少ないですね。いや、だから、いよいよ。横浜市とか別のところはもうすごい横浜市はもっと下がもっと細かいから、横浜市なんつったらもう超レベル高い、川崎とか横浜とかは超レベル高い。でもそういうとこと同じようにやらされるんだよ、試合自体は。それにしてもだね、だいぶ危機だね今年はね。来年は多分もっと少ないから、もう飲み込まれちゃう、逗子葉山に飲み込まれちゃうかもって言ってたから、三浦シトレセン自体がなくなっちゃうから、まあ俺のここでの仕事もそれは一つ。今年がそれは集大成ですかね。集大成とか言って別に何も積み重ねてきてないけど。え、待って、ちょっと待って、根本ですけど、サッカーは11人。11人です。11人か。11人いれば出れるんじゃないの？ミラシトレセン。出れるよ。あ、違う違う。それが、小学生は、8人なの。小学生特別ルールみたいな。そもそも前半後半じゃないのよ。3ピリオド制って言って、1本目、2本目、3本目なの。まあ全く意味が分かんないんだけど、これも俺は。で、1ピリオドと2ピリオドで全員変えなきゃいけないの。全交代。で、16人いる。だから、1人1回は必ず出るっていう、まあ、どういうあれなんだろうね。まあ、試合経験を多くさせてあげようっていうことなのかな。16割っちゃうともう出れないんだ。16割っちゃうと、その、第1も第2も第3も出なきゃいけないやつが出てきちゃうから。この話した、トレセンの話したことないっけ？詳しくは、ちょろっとは出たかもしれない、ね。ちょろっと出た。だから、三浦市はそうだね。その4種っていうんだけど、4種っていうのは小学生のチーム、3種が中学生、2種が高校生っていう感じ。で、4種っていうんだけど、もうサッカーチーム自体がもう3つぐらいしかないんだよね。三浦の地域に。なんなら1つでいいんじゃねって俺は思ってるけどね。だから16人しかないの、人がね。人口がね、少ないから、その細分化する意味がない。細分化する意味がないんです。で、まあ、それぞれのチームには、まあ、多少のこだわりが、まあ、歴史が、本当は俺はそんなものも知ったことじゃないよ。歴史とか子供には関係ないから。そんなことよりやることはないと思うけど、歴史とか、まあ、こういう、うちのチームはこういう色がとかもちろんあるんだろうけど、それもわからないから、俺には。色もわからない。そんな色なんてない。大人が言ってるだけ、そんなの。色とか。親御さんみたいな人たちが見てるってことなんですか？お父さんコーチとかもいるんじゃない？うん。昔ながらからずっとやってる人もいるから、まあまあ。思い入れみたいなのがあるんじゃない？うん。まあ、金が絡んでないだけいいかなと思うけどね。なんか金取るってやってるわけじゃないから、町チームだからさ。本当にそういうこだわりだけで、存続させてやってきてるんだろうから。それはね、ボランティアみたいな感じなの？コーチとかボランティアだよ。だって月謝なんてほぼもう1000円とか2000円とかで、まあ遠征行く時とか合宿の積み立てとかさ、あるのかもわからないけど、その程度本当にコーチたちはお金もらわずにやってくれてる人たちだから、感謝こそすれ文句が出ないよね。あ、どんなコーチだろうとねと思う。俺も息子は一人預けてるから思うけど、まあただでやってもらってるのになかなか俺は文句言いづらいかなみたいな感じがあるけどね。もうコーチしてくれって言われるけどね、その息子がいるとこでね。俺みたいなやつがコーチやっちゃダメでしょって。気まずいでしょ。その周りのコーチも。俺耳に行ってるだけで気まずいのかなと思うよ。その道の元プロがさ、腕組んでこう。そんな偉そうにしてないよ。腕組んでるの嘘だけど、まあ普通にこじんまり見てるけど、影から。まあでも、息子とか一緒にやってほしいんだろうね。やっぱりさ、お父さんがうまかったりすると自慢なんじゃないかなと思うけど、まあそんなのも大して言ってほしくねえなと思うからさ、お前がやれよって感じだから。そういうので行きたいもんなんじゃないですか、お父さんって。いや、全然行きたくない。そういう感じじゃないです。そう、俺のいつもの断り文句は「ちょっと入ってくださいよ」とか言われるの。いや B さんなんでそのためにね。いや、そのためじゃないよ。いつも B さんなんだけど、も準備ができないと。まあ B さんでもやってもいいんだけど、まあ断り、決め文句はもう、B さん見てたらね、やばいね。見てる。わかんないけど、そんな、いや、もちろん、どうなん熱入ってくるのかな、自分の息子がもうちょい頑張り出したら。まだ自分の息子の熱量もわからないのに、俺の熱だけ上げたくないの。やれやれ言いたくないじゃん。なるべくそこはうまくやりたい。夢中になってくれるように仕向けたい。子供がサッカーに。自主的にというかね。強制。まあ俺、もう割と強制されてやったけどね。俺とユージとかでね。お前ヘディングでリフティング100回できるまで帰ってくんなとか言ってさ。もうボールなんて真っ暗で見えないのにさ、やってたけど。今、いいのかね悪いのかね。確かにそれで上手くなった部分もあるけどね。もう自主的にね、やるように。もう少ないんだろうね、今の子は。そういう子が。私もクリスマスにちっちゃいサッカーボール買ったから、まあ、たまに教えてますけどね。超下手まあ別に好きな子でやってくれればいいかなっていう感じですけどね。まあそれは。でもよくツイッターでさ、まあ、うちの子はサッカー好きとか言ってるんですけど、全然練習しないんですみたいなの上がってる時あるの。うん、お母さんかなお父さんかなわかんないけど。で、つい言っちゃいますみたいな。言っちゃダメだよっていう。嫌になっちゃうんじゃない、で、やんないんだったらもういいじゃんね。あんまり介入せずにね、行きたいなっていう。遊ぶのはサッカーして遊ぶよ。息子と遊ぶのもサッカーして遊ぶけど、なんかこう、指導するっていうふうには思いたくないね。向こうから教えを壊れれば、こうだよとかアドバイスはあるかもしれないけど、俺から能動的なアドバイスはなるべく、今んとこね、俺の考えでは抑えたいなと思ってる。これがわかんないよ。めちゃくちゃ熱上がってきたら、もうすごい鬼みたいになってるかもしれないけど、ね、毎朝6時間練習してるよとか言ってなるかもしれない。これね、ちょっと関係ないかもしれないです。思い出したんですけど、子供の時の話で、僕ね、自転車乗れなかったんですよ。小4、5ぐらいまで。乗ってなかったわけじゃないの？乗れなかったの。で、ずっと家にも自転車なかったし、今度じゃあ小松公園、大きい公園でみんなでサイクリングしようよみたいな話になって、やばいじゃん。で、いいねいいねみたいな言ってたけど、そこではね、そうやばい、乗れないみたいな。で、どうしようどうしようと思って、自転車がないから練習できないから、もう親に相談して、でまあ買って。まあ乗れないから練習なんとかしてやったんだけど、うちの兄貴が、もうその時は4つ上の兄貴だから乗れてたんだけど、その練習してた時の話が、もう親父が後ろを持ってなんか無理やりこう離して坂道で落とされたみたいな、血だらけになって帰ってきたみたいな話聞いてたから、それ絶対嫌だみたいな思って、もう自分でなんとかしなきゃいけないっていうので乗れるようになったんですけど、これ話戻して、小4、5ぐらいまで乗れなかったからこそ、なんかその近所の友達とか、じゃあ駄菓子屋行こうぜとか、なんかどこ行こうぜをみんな自転車で移動してたのを、一人だけこう走りで、わかる、そう、もう走ってしかもう手段がないから、それでやってたから、多分なんか脚力っていうか、うちの場合は乗れなかったから自転車じゃなかった、走ってたんじゃなくて、金がなくて自転車買ってもらえなかったから走ってました。乗れてたの？自転車乗れてた。やっぱそこはね。そういうこと言うと買ったわよってすげえ母親からすげえ怒られるんだけど。どうだろう。結構みんなチャリなのに俺は走ってた印象あんだけどね。あとこのハブ、あれなんていうの？なんていうこの後ろにさ、足、これで立つよ。こんなんか棒みたいなのさ、あんちゃん。うちの地元ではハブって呼んだんだけど、もうあれだけ握りしめて、自転車ないから。で、友達の後ろにつけて、っていうのやってたけどね。でもやっぱ自転車、どうなんだろう。まあ岬なんか坂が多いから危ないよな、やっぱな。ちょっと危ないですね。見ないもんね、あんまり。横浜ほど自転車の子。うちの地元も坂多かったからね、あんまり。でもあったよ、八景島まで行こうとかさ。でも欲しかったよね、マウンテンバイク。買ったって言われるんだよな。だから買ったんだろうけど、周りの子たちよりもめちゃくちゃ遅かったのよ。家に届いたのが。もうブームが去る頃だよね、要はね。一番欲しい時に届いてないのよ、うちってものが。なんかそのゲームとかもさ、もう、スーファミとかも一番欲しい時には来ないのよ。まあ、買ってないけど、多分スーファミは。たくさんあったけどね、ソフト。他の子の名前が付いてるソフトが、家の中に。それは、話してたね、YouTube でね。そうそう。借りてただけだけど。今日どこ行く？お豊洲に？最近行ってない？お豊洲行く？やってんの？やってんじゃない？一回切ろ、とにかく。まとまりなし。今日はやばい。